オタァの秘密基地。一度だけの恋なら君のな。動画をご覧の皆さん、こんにちは、オタファです。今日作るプラモデルはこれだバンダイマクロスデルタ72分の1スケール VF31J ジークフリードハヤテキだおー <laughs> ついにこれが発売されましたね。 みんなマクロスデルタ見てますかというわけで早速レビュー行きましょう。まずはパッケージ。今回のマクロスデルタに登場する可変戦闘機はこれ。ジークフリード。鮮やかな青い機体。ファイターモードとバトロイドモードが映っています。パイロットはハヤテ。そしてこの女の子がワリキューレのフレイヤそれからこの箱の大きさなんですけども、結構大きいです。大きいんですけども、ご覧ください。薄いんですよね。 薄型のボックスになっています。パッケージの横。ファイター。ガオーク。バトロイド。今回のキットは、可変プラモデル。そうです。この3つの形態に変形します。こっち側は、お、今後の発売のアイテムのことが書いてあります。おお、これあれだ。あの7、な今回の72分の1シリーズと一緒にディスプレイできるやつ。今回のこれが完成した暁には、フレイヤー。これを、これ欲しいな。 そして、そして、7月に荒ドキの発売や、そしてなんといってもこれドラケンこれも作ってみたいんですよね。うーん。反対側はこのようになっています。これがロボット形態のバトロイド。これかっこいいですよね。ナイフが腕に格納されていたり、コンテナユニットがガンポッドに変形します。これは脚部のやつですね。マルチドローンの発射口の開閉をパーツの差し替えで変形。 コックピットは一人乗りの単座、それから二人乗りの複座の選択式。ランディングギアはパーツの差し替えで再現可能。いや、しかしこの <laughs>、カラーリング、どうやって再現するんだろう。というわけで、未塗掃除の完成画像がこれです。商品をそのまま組み立てた状態でこれなんで、かなり細かい色分けですよね。これはいい。だがしかし、これ今から怖い。 デカールの数がいっぱいあるんですよね。うーん。さあ、それでは早速、パッケージの中を開封します。じゃんおパッと見た感じ。うん、そんなにパーツ入ってないな。ちょっとじっくり見ていきましょう。まずはこれが色プラですね。期待色のブルー。それからこれが濃いグレーですね。黒に近いグレー。クリアーパーツのピンク。さあ、そして、おこれが白ですね。 ホワイトのパーツ。<laughs> ちょっとこれ白いパーツで見えづらいんですけども、各部のモールドなど、細かいところまできちんと造形されています。うん。漢字的にはガンダムでいうところのマスターグレードみたいな感じですね。このボリュームが。うん、うん、うん。そしてこれが同じく白で、おこれ ABS と書いてあります。これ硬い材質のやつなんですけども、 パーツをよーく見ると、これはヒンジという、いわゆる可変する部分に、この硬いパーツを使うわけですね。これは強度の確保にいいですね。ABS。うん。要所要所で硬いパーツ。それから、これも ABS だ。このカラーの ABS。ふふ。そして、これは、あ、主にフレームのパーツですね。ふふふ。この緑のは何だあー 今回のキットは大変精密で複雑な変形をするギミックがあるので強度を確保するために金属のシャフトが入っています。反対側は ABS。ああ、なるほどね。こっち側は ABS です。それから、お、もう一袋。これがゴールド。これパッと見た感じ。足首のところですね。それから、同じく青の ABS。<laughs> そしてこれは AB、AB、ABS じゃないやつ。<laughs> 中に入っているキットはこのぐらい。うん、さあ <laughs> 裏になってる怖い、これ見るの。これが、さっき言ってた、その、デカール。まあ、もしくはステッカーですね。どのぐらいあるのかなちょっと見てみよう。せーの。じゃんおー <laughs> こんなにあるあー、うん。まあ、マクロスのキットって、まあ、定番ですよね。デカール。それから、シールが入ってて。この、推転車式デカールと、 ステッカー、どちらかを選べるんですけども、この量が多い。ちょっと、ちょっと開けてみよう。ちょっと、ハサミがない。ちょっとこのまま開けます。ああちょっと、今回は僕、ステッカーでいきます。あの、デカールは、皆さんご存知の通り、この膜が弱いんですよね。変形遊びを楽しみたいんで、ステッカー一択でいきます。というわけでね、<laughs> 2枚入ってます。あー、これはね、 ざっと見た感じ、なんていうのかな、番号で言ったらもう100ぐらいは軽くあるんじゃないかなと思うんですけども。149って書いてある。<laughs> こういったデカールやステッカーを貼らないと、やっぱちゃんとした見栄えにならないんで、うん、貼った方がいいですね。それから、ガンプラなどにもよく入っているホイールシール。これが入ってます。説明書。うん。パッと見た感じ、結構厚みがあります。一応ちょっと見てみましょう。 ここからスタートするんですね。あのー、一つのマスうん。こう、項目のマスが大きいですね。そして大変細かいパーツがたくさんあるんで、うん。大きく、わかりやすく書いてあります、うん。こういうのいいですね。なるほど。これが何ページあるんだ ?20。うん。おおよそ20ページくらいです。まあ、そんなに難しそうじゃないですね。うん。ファイターが変形してカ多ークになり、バトロイドになると。 これを再現できるんですね。ちなみに僕は今までどんなマクロスのキットを組んだことがあるかというと、マクロスフロンティアの VF25。うん。あれもすごい大変だったんですよね。うん。でもなんか、デカールの量、今回も同じぐらいあるな。さあ、というわけで今日はどうやって組もうかな。<laughs> まあ、そうだね。基本パチ組みで、まあ、どうしてもっていうところだけ塗装しようかなと思います。あの、さっき気になったのがコックピットのこのキャノピーの部分。 ここが無色透明なんで、このイラストのような色に、うん、これだけちょっと塗ろうかな。まあ、スプレーをこうちょっと拭くぐらいかな。あとは、うん、もしできたら墨入れとかして、うん、本当にちょっと簡単に、うん、塗装してみたいと思います。うん、まあ基本パッチ組みです。うん、多分ね、一日じゃできないと思う。うん、ちょっと、どうなるかな。よし、行こう。<laughs> 完成すると、こうなります。 ご覧ください。<laughs> なんとか完成しました。所要時間は、おおよそ7時間。あの、<laughs> 徹夜しました。まあ、まずは、これじっくり見ていきましょう。ご覧ください。完成するとこのようになります。これもうほとんど貼りました。これ全部を貼ったわけじゃなくて、まだ細かい、コーションマークというやつがあるんですけども、こういうほんのちょっとだけ、まだ貼っていないものもあります。ただもう全体の9割は貼り終えたといった感じです。 今回はこのコックピット複雑型を選択しました。中には無塗装状態の早手とフレイヤーが入っています。薄くクリアイエローを吹いてあります。うん、缶スプレーです。デカールをすべて貼り終えた後にトップコートを吹いています。半光沢というやつですね。トップコートを吹いてあげるとパッと見た感じ、ステッカーがどれでプラスチックがどれっていうのがわからなくなります。こう全体的に一体感が出るんですよね。 あとはそのステッカーが剥がれにくくなるように、トップコートを吹いています。パッと見た感じ、どれがステッカーでプラスチックちょっとわからないですよね。例えば、この辺。ここがプラスチック。ここがステッカー。このウィングの部分。白いプラスチックの上に青いステッカーを貼っています。プラスチックステッカー。うん、パッと見、ちょっとわからないですよね。うん。あの、 徹夜でやった割には、うん、綺麗に貼れたんじゃないかなと思います。このステッカーが結構しっかりしててなかなか剥がれないです。ちなみに僕は完成させてから5往復ぐらい変形をさせています。ま、あ、ステッカーの部分、うん、特に問題なさそうですよね。うん。全体はこんな感じです。僕がいいなぁと思ったのは、これ全体的なロックが非常にカッチリとしています。それから、こういったウィングの部分。 これピタッと決まる角度があって、例えばここのウィング、こう動くんですけども、定位置の部分でピタッと止まります。こういうところすごくいいです。あとさっき言ったように各部のロックがしっかりしていて、各携帯でも保持力があります。いや、しかしこのジークフリード、かっこいいですよね。うーん、素晴らしい。横からのラインも綺麗ですよね。機体を裏側から見ると、このようになっています。 72分の1スケール。うん。大きさはだいたいこんな感じですね。僕の手がこのぐらい。ちょっとこの時点で分かりやすい大きさ比較しましょう。これがマスターグレードのガンダム。うん。こうして見ると、ファイター形態の今回のキットの方がちょっと大きいですよね。うん。こんな感じ。次は付属品。左右両方に開き手。それから、ガンポットやナイフを持たせるときの握り手。 まあ、きちんとしたグーのパーツは付いてないんですけども、まあ、これがグーのパーツに該当します。それから平手の、僕の手で言うとこういう平手。それがキットの中に組み込まれています。全部で3種類。そして、ディスプレイスタンドに取り付けるためのアタッチメントパーツ。これがファイターとガウォーク。そしてこれがバトロイド。2種類。それからこれ。あの、バトロイドに変形した時に余ってしまうパーツになってしまったので、僕は通りました。 ちなみにこれをつけておくとファイターモードがよりかっちりしたりとかあのちょうど取り付ける位置はここなんですけどもガオークの時の大きなウィング背面の大きなウィングがこう折れ曲が,らない折り曲がらないような役割を果たしていたりとかバトロイドやガオークモードの時のこのアタッチメントパーツを取り付けるピンがここにありますうんでもこれがなくても一応これ刺さるんですよねまあ、僕は基本的に可変する立体物でこうパーツが余るのあんまり好きじゃないんですよね だから、取り外してます。なくても、あの、一通りは遊べます。うん。今回の、ジークフリードには、コンテナユニットというのがあります。ここの部分ですね。コンテナユニット。コンテナユニットを展開した時に差し替えるパーツが2つ。これで全部ですね。まあ、これだけたくさんパーツはあるんですけども、基本的には、ファイター、ガーオーク、バトロイド。この武器である、コンテナユニット以外は、完全変形できます。後で変形に応じて差し替えます。 最後はスタンドにセットするとこのようになります。判定から見るとこんな感じ。というわけで今回のバンダイマクロスデルタ72分の1スケール VF31J ジークフリードハヤテキのレビューいかがだったでしょうか今回の動画が前編になります。後半の動画ではこのファイターモードからガ多ークそしてバトロイド この3形態の変形ギミックをじっくりレビューします。楽しみにしていてください。今回の動画面白かったな。楽しかった。参考になったという方、チャンネル登録や熱い高評価、どうぞよろしくお願いします。あと、どんなことでも結構です。おー、タファー。僕もこれ作りたかったんだよねーとか。あ、どんな感じかだいたい分かったよーとか。おたわは早くガオウボークやバトロイドの変形ギミック見たいよーとか。あ、今は僕マクロスデルタ見てるよーとか。 ああ、僕は、フレイヤーが好きだよ、とか。他にも、今回のキットや、マクロスデルタのコツなど、どんなコツでも結構です。みんなからのコメント、待ってます。それでは、次の動画でお会いいたしましょう。おわたまでした。一度だけの恋なら、